はい、ありがとうございます。先ほどはアベベさんがなぜ日本に来たのかみたいなところの理由から日本に来た印象みたいなところをお聞きしたんですけど、ちょっとこの動画ではもう少し深掘りしたいなと思っていて、エチオピアのことを聞きたいんですけど、エチオピアって日本から行くとどれぐらいの時間がかかるのか。16時間くらい。はい、あ、でも1日ないんですね。午後こっち引っ越しして、うん、それから翌日朝入ったりとか、そういうします。実際エチオピアは16時間ぐらいかかるとして、住みやすいんですかエチオピアって。アフリカ考えるとみんなすっごい暑いところという、あ、そんなイメージあります。というイメージあります、はいはいはい、でもそうではね、エチオピアは。あ、そうなんですか。あのエチオピアの周り、例えばあのスーダンの国境、あとはケニアとソマリア、国境は低いところで結構暑いです、はい、そうなんです。でもほとんど人住んでるのは真ん中なんです、高原。そっか、高原ので涼しいなんです、だいたい平均15度、すごい住みやすいですね。はい、住みやすい、全然違います。そうなんだ。実際エチオピアは温度はそんな暑くないから住みやすいって分かったんですけど、食事は何食べるんですか。インジェラという、インジェラ、日本のご飯ですけど、一つはインジェラです。決まっているので、肉、特に牛肉、鶏肉、ヤギ肉、あとは羊肉、それ以外肉食べないという。あ、そうなんですね、はい、ちなみに何が一番人気なんですか。鶏、そのドロワットという鶏肉からできている、そういうなんです。たくさんの玉ねぎ、いろんなスパイス、ニンニク、生姜、いろんな入ってる炒め物なんですけど、時間かかって、3、4時間かかって作るもので、3、4時間。そうです、はい、それで毎日食べるものではない。そうなんだ。アベベさんにもう一個聞きたいのが、エチオピア行ったら、例えば僕まだエチオピア行ったことないんですけど、僕がもしエチオピア行くとしたら、ここは行ってほしいみたいな観光地とかおすすめする場所ってありますか。観光の場合、歴史的な観光というと、はいはい、自然的な観光というあります、はいはい、なるほど。それで歴史的な観光を言ったら、例えば世界遺産になっているエチオピア8カ所か9カ所あります、16世紀の城、はいはいはい、あとは岩から掘って作った教会、またアクソンという岩からできているオベリスクというそういうもありますし、はいはいはい、そういう歴史的な建物などいろいろあります、という観光。またアドベンチャーしたい人だったらその自然的な、はい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 、それで山のところとか動物、そういう巡っていきますという。あ、 そうなんですね。それから3番目は人々、まあ、エチオピア80ぐらい民族いるので。え、80も民族あるんですか。そうです、はい、言語もじゃあそれぞれ違う。言語もそれぞれ違う。それですごい面白いという民族もいるので、はい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 、そのところを行っている外国人は多いですえ、ちなみにアベベさんが思うこの民族は面白いなっていうのってありますか。南部でも私も行ったことないんですけど、してないんですけど、何が面白いんですか。そう、南部自然とつながってまだ変わってない人たち、いろいろ耳とか鼻つけて、いろんななんか口入れたり大きなものを、鼻のところとか、そういういろいろ、こういうことあるのという。あ、そうなん、ね、ところあります。え、それはアベベさんでもそう思うってことですもんね。はい、私もそうなんです日本人も思うし、エチオピアの方も思うんですね。そうです、はい、あとはエチオピアの結婚式も面白いと思います。え、何が面白いんですか。結婚式すると旦那さんの家から奥様の家へ行くなんですよ、その時旦那さんの家から旦那さんの周り、大切な友達たち集まって、また家族集まって奥さんのところ行くので、奥さんのところもそういう大切な友達たち集まって、はい、近所の人たちも集まって待ってるので、その家入る前歌えないと入らないので。え、そうなんですか。そうです、出口の前そこに泊まって歌って納得したら、じゃあ入って、2つ目の紹介物ある。2つ目は奥様用にプレゼントするもの、はいはいはい、例えば金とかエリングとかネックレス、いろいろそういう見て、これ足りないよ、これダメだよとか言って、それから最後いい香水出してみんなに収集しないと入らない。え、それでその後行ってもドア、みんな奥様側の人たちと待って入らないようにすごい戦うなんですよ。そうなんですね。それで奥さんもどっかに隠するなんですよ。旦那さんそれから入ったら探してるからないといけないので、ここの障害を探して探して探して、それから見つけると食べ物食べてすぐ出て行って行ける。え、そうなんですか。これは変わった。それすごい、チェッパーの結婚式は面白いですあとは、まあ、私も日本にいくつか結婚式行ったことあるんですけど、ホテルで入って食べたり飲んだり、ちょっとステージで歌って
って終わりでしょ、うんうんうん、シェフは3日間ぐらいやってるところもある。3日間も結婚式してるのずっと、はい、それから親戚友達たちそういうしてるのとすると500、600、1000人来るので、1000人そこにすごい大変なんですよ結婚式作るでもだって1000人分の食事を用意しないといけない、ね、食事を用意しないといけないんだ。うん、牛も丸ごと日東さんとそのどのぐらい牛飼ってるとお金によりますので、うんはいはい、あこの人お金も今日7頭できたねとかいやすごいですね。そうなんだ。あともう一つ聞きたいのが、なんかエチオピア乾燥問題みたいなのがあるんですよね。エチオピアってすごい乾燥してるんですか？そうですね、乾燥です。ドライ、ドライです。涼しい国ですから湿気がない、湿気がない、うんうん、例えば一般の人家行ったら冷蔵庫ない、エアコンない、ほとんどないと。え、そうなの？それで冷蔵庫特にあるはレストランとかそういうお店、うんまあ、冷たいものが欲しいな、少しのところになる、うんうん、他のところあんまりない。そうなんですね。ちょっとお金持ちだったら、まあ、買っても大丈夫だよという、そういう自然にバイト住んでいます、うんうん、そうなんですね、うん、風はあるんですか？風あります。風あるので、それは涼しいですね。涼しい、ドライです、うん、あんまりだるくならない体。あ、うん、まあ、日本は全然暑いですよ ね、 す、 ね、まあ、すごいでしょう、ね、アベンさん慣れました？日本の夏。そうですね、初めて夏はすごいなくなりそう、まあ、今でも大嫌いな夏なんですよ、ね、僕も嫌いです、うん、冬は大丈夫です、うん、冬どうなんですか？冬はエチオピア日本みたいじゃない、結構寒い時もありますけど、寒さは日本のみたい、あの手袋必要はない。あ、うん、手袋ない、エチオピア見たことない。うん、じゃあ、あの病院で、うんうん、手袋してるみたいな。あれね、病院のね、手袋ね、それ以外ない。エチオピア手袋会社作りたいと行かない方がいいです。なるほどね、そうなんだ。でもエチオピア今の話聞いてると面白そうですね、いろんな文化もあって。そうですね、文化はエチオピア、うん、日本の近いです。例えば建前、エチオピア人も言いたいことをはっきり言わない、まあまあ、こっち回って、こっち回って、こっち言い方がね、そうだから直接ストレートに言わない、言わないあんまりじゃあ人間性はすごい似てるんです。そう、日本人もそういう同じなんです、はいはい、うん、他になんか似てるところあります、うん、性格とか、うん、エチオピアの。あとはもちろんお辞儀。今エチオピア海外の文化ちょっと少し入って、うん、まあ、テレビこういうやってるんですけど、昔はこうや、あのこうやってこうやってお辞儀なんです。それはもう文化として？文化としてそうだったよ。今はヨーロッパ行って勉強してる人たち、はい、アメリカ行って勉強してる人たち戻ってきて、はい、テレビこうやって始まってるね。田舎の人もこうやってる今そういう悲しいです。エチオピアの人たちの手の挨拶って何かあります？え、ちょっとなんか、そうそう、まあ、こうやって、こうやって、こういう、こういう手、今これだけですか？はい、こういうのやりません？そうやります。これ何ですか？こうやって、これ何ですか？若者たち、これ本当？そう、若者たち、こうやって、こうやって、こうやってそういろいろあります、若者たち。あ、そうなんですね、うん、なるほどな、ありがとうございます。ちょっとこの動画ではね、エチオピアのいろいろ文化とかおすすめスポットとか聞かせてもらったんですけど、次の動画はアベベさんが今何をしているのかっていうところをお聞きしたいなと思ってます、うん、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。